ああ、ちなみに私、ここまで来て皆様にちょっと話したいのがあるんですけど、今日はスノボをやりません。こんばんは、ジェイちゃん。こんばんは。皆さん、こんばんは、ジンです。今ライブ終わったばっかりなんですね。今日はシンプルに旅行、あと Vlog っていうことなんで、軽くね、まあ、GoPro で撮影してます。なので画像がちょっとそんなに綺麗じゃないかもしれないのないんですけど、ちょっとご了承いただければと思います。ここは今那須高原のパーキングエリア来てます。ここはさっき視聴者の皆様が教えてくれたので、ここは24時間食堂もやってるっていうことなので、今 J ちゃんが結構寒い寒いって言ってて、でも本当寒いよね今で。今日は東京からずっと走ってきて、ここで少し仮眠をして、朝またスキー場に出発して明日の朝どこまで行きたいかというと、福島のスキー場、雪を見に行きたいと思うんですよ。猪苗代スキー場まで行く予定ですね。とりあえずちょっとご飯食べましょう。今の時間がね、3時23分。カレーうどんそばですね。カレーうどんそば。こっちは、あ、ラーメン、ちょっと重い、ね、ラーメン餃子はちょっと重いかな。あとはここは休みだよね。そこも休んでる、カフェも休んでる。じゃあ私はね、そばとかかな。あー、ここちょっとダメなのがね、電子マネー使えるように書いてあるんですけど、機械自体が使えなくて、今現金取りに行ってます。この肉そばは美味しいんですけど、今 J ちゃんが注文したやつが鶏肉が入ってるそばなんですけど、鶏肉が結構癖があるんですよ。ここはちょっと匂い強めみたいな感じなので、食べる人参考してねっていう意味ね、はい。今スキー場に着く28キロ前なんですけど、今500川パーキングエリアに来てます。この前に真っ白になってるんですけど、これ別にセメントが白いわけではなくて、ブロックが白いわけではなくて、雪ですよ皆さん。雪が降ってる、すごい。朝起きたらぴょぴょぴとジェイちゃん多分絶対喜ぶと思いますよ。わあ、すごく綺麗ですね。真っ白で今統一されてる感じ、真っ白とアスファルトの黒の色しか残ってない。すごく綺麗ですね本当に。わあ、この福島なんて表現すればいいんだろう。あ、雪がすごい積もってるのに、なんか優雅であったかい色、本当に。ちなみに私、ここまで来て皆様にちょっと話したいのがあるんですけど、今日はスノボやりません。昨日実際ね、荷物を積んでて、いつもより時間がかかったんですよ。初めての長い期間の旅行ですし、しかもキャンピングカーだし、車中泊ですし、いろいろ準備する中でスノボもでもやりたい、じいちゃんがすごいやりたいって言ってたよ。子供を産む前にすごい楽しんでたのに、ペペが生まれてからできてないじゃん。すごい楽しみにしてたのが、私がちょっとね、スノボってゴーグルかけるんじゃないですか。ゴーグルの時にメガネ外さないといけないんですけど、その時に私ソフトレンズとか、まあ、ハードレンズとかコンタクトをつけるんですけど、そういうのがちょっと目に合わなくて、いつもワンデーアキューブみたいな
構使い捨てのやつ使ったんですよ。でその使い捨てのやつが結局最近ペプリ生まれてから行ってないので全然買ってないし使ってもなくて、昔のやつがあったんですけど、それあの賞味期限があるじゃん。そうなんで、それがもうすでに2年ぐらい経ったので、それ全部捨てちゃったんですよこの間。で今日行こうと思ってなんかコンタクトレンズを探してたらなくて、でそれがなんかどこで買えるのか見たら、なんか旅行の日程が変わりそうですし、それでなんか家族が楽しめなかったら、もう全てなんか私がまたなんか罪悪感感じたり申し訳ないっていう気分になるんじゃないですか。あと夜遅い時間にちょっと買える場所がなかったんですよ。わざわざだからそういうところを探してて、それ行ったりするとまた疲れるし、行ってがちょっと合わなくなるので、まあ諦めました。正直あの見えないままにスノボをするとか、メガネをかけてスノボしたりしても違和感すごい感じて、中に曇ってて前が見えなかったりするので、こういう時はまあ仕方ないのかなと思いました。いろいろ考えたんですよ。私もすごく久々、スノボをやりたくて、自分の今板とかブッツとか全部出しててすごくワクワクしたんですけど、安全第一だなと思います。見えなくてもし事故って足とか腕とか怪我したらさ、また皆さんのためにこう撮影するのも難しいし、仕事もできないし、家族にも迷惑なので、今すごく目の前に綺麗なゲレンデが見えるんですけど、今日ここオープンしたばかりなんですよね。本当に何年ぶりのスキー場なのにちょっと乗れないっていうのは正直本当残念なんですけど、でも安全のために今日はちょっとやめておきます。じいちゃんにも聞いたんですよ。じいちゃんだけでもいいからちょっとやってよって、あの私ぴょぴょぎ見てるからって言ったら、荷物も多いしなんか大丈夫だよみたいな感じで、じいちゃんもなんか乗らないみたいな感じになったんですけど、多分絶対私のためにそうやって言ってるんじゃないかなと思って、すごくなんか申し訳なく思ってます。その代わりにね、ここはあのファミリーキッズゾーンがあるんですよ。でそこでぴょぴょぎとソリができればいいなと思って、とりあえず服とかは持ってきました。なので私はじいちゃんとぴょぴょぎがソリでも楽しんでればそれでもいいですし、まだ今寝てるんですけど、起きてこの目の前がもう全部雪なんですよ。真っ白なんですけど、これを見た時の反応がすごくまあ気になって、それだけでもまあ嬉しいですよ。なので今日は安全に遊んで楽しむだけではなくて、安全にも十分注意をしながら、そして今コロナ禍なので外だとはいえ近く人がいないところで遊んだり、マスクを着用して遊んだりなどしようと思ってます。うわ、雪だらけ、すーげー綺麗。大きいよね。普通のヨーグルトの 1.5 倍ぐらい。乗る前にヨーグルトぐらい飲まない。ちなみに賞味期限6日過ぎてます。で、閉めてください。これ閉めると勝手にブクブク始まる。今からすぐ、それを出して、ね、わそう、おお、ブクブクしてる。あっちっちあっちっち。暑い時はどうすればいいかというと、皆さん早くやればいい。もう発熱剤ですね。こうやって水が勝手にブクブクします。ちゃ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 。よくさん먹을거니까정리하자。お片付けしよう。半分は本物じゃありません。パッ。食べる？아치치아아치치아니에요저도이저도이좋아요저도이좋아요오에이거는辛いでしょ多分麺が入ってる。ラーメンと、あとあの私好きなカップ麺のドシラってあるんですけど、そこに入っている衛生肉と似てるものが入ってますね。美味しそう。なんか麺が微妙に長くて、スプーンだけじゃ食べれないような構造になってます。ぴょぴょ食べれるかな。それ辛くないでしょ。全然辛い匂いはしないです。おいしい。うん、おいしい。
調理器具なしで作れるなんてすごいですね。味も全然なんか災難料理みたいな感じしないで普通に美味しい朝食べるのにいいでしょうこれ、うん、とりあえずあの無事運転で来てよかったです ね先ほど言ったように今日スノボはちょっとやらないんですけど、じいちゃん本当実際は乗りたいでしょ。みんなで乗らないと、うん、これもう全て私のミスです。だから次からちょっとワンデー空きをちょっと買っておきますちなみに右がマイナス3で左がマイナス 2.7 かな。次もうラーメン、アンパンマンラーメン、おお、アンパンマンラーメン味見してみよっか。今あのジェイちゃんがいきなり裏切ってね、違う服着てるんですけど、これあの家族 T シャツです。あのピュッピュッと私同じですこれ、この T シャツ。後ろに会えますよね、ジェイちゃん。寒くない？食べてみて。うん、あ、いいじゃん、うん、いや、ご飯の中にラーメン入ってるんで辛くもないし、ミヨっぽくの味ですよ。わかめスープ、牛肉入ってて、韓国の人ってラーメン食べた後にスープにやっぱりこうどうしてもこうご飯入れて食べたいじゃん。日本もだってそういうのあるじゃないですか。よくあの美味しいラーメン屋さんとかにライスとか追加して後でなんか卵入れてなんか食べたりするじゃないですか。それ韓国で一緒で、どっちも欲張りセットです。これ本当に最初からもう麺とご飯入ってる。これ美味しい。でもあー、これ体に優しい。インスタント食べながら体に優しいとかおかしいんですけど、味が優しい。食べてみて、辛くない？うん、美味しいの。美味しい？うん。はい、もうこれからね、あのぴょぴょぎとジェイちゃんとソリを滑るっていうんですか、ソリをしに行きたいと思います。ちょっと寒いんですね。ぴょぴょぎ今手袋がなんかあのサイズが合うのがなくて、でもヘルメットもちゃんとかぶってます。こっち行けないよね、ここじゃん。ぴょぴょぎ、準備けたわよ。あれ、ちょっと緊張してきた。と思ったより傾斜が激しいです。どうしよう。どうでしょう。ちょっと怖いです、まだ。私は今問題が前が見えません。コンタクトがなくて今日スノボ諦めてるのに結局目が見えない。マスクで。私の未来、不透明な未来。ジェイちゃん怖がってる。ほぼでも20年ぶりだから緊張します。いやー、ソリはソルメって言うんですけど、本当久しぶりですね。でも幸いなことは、今日人がいない。앉으세요. 자, 간다. 으쌰. 빠이빠이, 엄마 빠이빠이. 아, 이때 라쌰이. 이때 라쌰. 아이고 또 되네. 아, 또 되네. 막 찍기 막. 아. 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 엄마 대장부 나 대장부 너무 날 해서
じゃじゃより楽しかった。いや、いいですよね。誰もいないんです、本当に。私なんでこんなに滑れるの？あ、本当？私早かったじゃん。大丈夫？大丈夫？オリンピック出ればいいんじゃないですか。2022年東京オリンピック。楽しいね。あ、いいですね。はあ。楽しかったです。すごいちょっと疲れたんですけど楽しかったです。思ったより寒いですね。これ韓国に帰ってなくて東北地方に来たのも初めてなので、もう寒さをもう忘れちゃってですね、皆さんちょっと慣れなくて苦労しました。まあ、ズボン3枚上着も 2,3 枚着てダウン着てたら、まあ、暑くてね、室内いたら暑かったり、ね、ソリもね意外と体力使うんですね。太ももに力入りました。はい、でもぴょぴょぎもすごく楽しんでてよかったと思います。意外となんか怖がらないんですよね。なんか無反の無反の。あ、でも到着してからこう笑顔があった。はい、ということで今日すごく楽しかったです。あ、スノボはできなかったんですけども、それ以外の、たくさんの笑顔が見れて、そしてぴょぴょぎもジェイちゃんも楽しく、そして安全に、無事に終えることができてよかったと思います。あとここね、今山の雪がすごい降ってます。あ、帰りも気をつけて帰りたいと思います。この次仙台に向けてまた走りたいと思います。安全運転。はい、それでは以上となります。これからもね、旅はずっと続けますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。アニョン。バイ。シュイマーゼー。シュイマーゼー。マーゼー。감사합니다。